たいのは高低差の測量、建築士になりたかったから。その青い台の上に製品を乗せて荷重をかけて、製品が壊れないか、ひび割れが発生しないか。あれがボックスカルバートって言って、地中に埋まって水路になったり人道になったりすることもありますんで。製品作ってるんですけど、それを作らないと道路とかも完成しないので、自分がこういう道路とかの一部を作ってると思いながら仕事してます。ボックスだとかこういう L 型だとか形した製品があったと思いますけど、どんな製品でもですね、力が変わりますので、中身にどういう鉄筋を入れて部材をどうするかっていうのはもう全部ここの部署で図面の作成とかですね、計算を行っている。橋梁がこうたわんでく、作れば作るほどこうたわんでくるので、そのたわみを見越してこう上げて作るっていう、こう50ミリ上げていくとか100ミリ上げていくとか、そういうのを計算して作っていくっていう